おはようございます。バナナオケでございます。以前ですね、センター模試の結果を公表した動画を出したんですけども、今回は技術模試の北大実践模試、北大オープンの模試の結果を発表していこうと思います。いっちゃいましょう。まずはじめにですね、寸大の北大入試実践模試について結果を公表していこうと思います。全体の得点ですね、450点分の200点でございます。判定は何判定かというと、北大前期 B 判定でございます。イエーイ。意外にね、記述ができるっていう強みがあったので、北大 B 判定を取ることができました。で、それぞれの得点は、英語が150分の92点、で数学が150分の48点、物理が75分の37、科学が75分の23ということで、まあそんなあれですね、英語がたまたまよくできたので判定が良くなったっていう感じですね。で数学とかは全然できてなくて結構ひどいかなと思います。で、物理と科学でどちらかというと物理の得意だったので、本番は物理重点で受けました。で判定は良かったんですけども、まあ10月なんでね、みんなセンターの準備とかそろそろし始めるぐらいで、まあそこまで記述の力っていうのはね、そこまでみんなついてないと思うので、まあたまたま運が良く B 判定取れたっていう感じだと思います。続いて11月実施のヨゼミの北大入試プレーの成績でございます。こちらは全体の点数は450分の224点でございます。で判定は D 判定でございます。合格可能性 45% っていう風になってまして、 D かっていう感じですけど、まあ先ほど B だったんですけど、まあ、今回 D ということであまり良くないのかなとは思うんですけども、まあ、全体の順位が1121分の418ということで、まあ半分よりはね、その上なので、まあ悪くはないのかなと思いますね。で、それぞれの点数が、英語100分の71点、数学が150分の57点、物理が100分の45点、科学が100分の35点。まあ先ほどと、まあ、点数の感じに似てますね。で、英語ができて、で、物理もまあ科学よりは高いっていう感じですね。まあ模試を重ねて、まあ英語と物理で割と得点できるなと思ったので、まあその強みをね伸ばして、あと数学と科学っていうのは最低ラインを超えるように、平均ぐらい取れるように、まあ足を引っ張らない程度のレベルまで上げるように意識して勉強しましたね。はい、それでは最後に北大入試オープンの成績でございます。全体の得点が450分の256点で B 判定となっております。で、それぞれの得点は、英語が150分の106点、数学が150分の59点、物理が100分の64点、科学が100分の53点というふうになっておりますね。まあ悪くない、なんなら結構いいんじゃないかなっていう点数だと思いますね。意外に判定が良くて、僕はセンターが苦手だったんですけども、記述で、まあ、そこそこ取れる自信があったので、まあ、強みを作るといいと思いますね。で最後にまとめなんですけども、まあ、こう記述模試を通してですね、僕が思ったのは、まあ、強みっていうか自分の強みがはっきり分かったっていうことですね。僕の場合だと英語が結構できて、で科学より物理の方が得意っていう、で数学はまあそんなでもないみたいな、そういう特徴が分かったので、まあ、英語と物理で点数を稼ごうと思った本番では。なので物理重点を選んで、英語は7割ぐらい取れるように勉強して、物理も物理重点なので、まあ7割6割ぐらい取れるように、で数学と科学に関しては平均ぐらい目指して、まあ5割ぐらい取れたら全体で6割いくんじゃないかなっていう戦略を立てて勉強しました。まあなので、この模試を通してですね、自分の強み弱みをはっきり理解する必要があるのかなというふうには個人的に思いますね。でセンターが終わってから1ヶ月ぐらいあるので、僕はそこからめちゃめちゃ伸びたのかなって思いますね。でセンターが僕は苦手だったので、センターの勉強すごい嫌だったんですよね。でセンターが終わってセンターの勉強から解放されたので、まあ、そのセンター試験の次の日から二次試験の前日まで勉強めっちゃやって、数学もある程度できるようになって、まあ科学はそんなできるようにならなかったんですけども、まあ英語と物理は絶対点数取れるぞみたいな、そういうレベルまで多分達することができたような記憶がございます。
なので皆さんもこの模試を通してね、まあ、模試が悪かったからといって沈む必要はなくて、逆にどこできたのかとかそういうことを自分なりに把握して、それを伸ばすように、まあ、工夫して勉強していったらいいのではないかと思います。それでは皆さん勉強頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。